負け越してるんですけど、ちょくちょく練習は重ねてるんで、そのまま勢いに乗りたいなと思います。ここ4試合ちょっとバイウィーク明けシュートタッチ悪いので、今日ちょっと前日練習でちょっとタッチ掴んできたので、明日の琉球戦、持ち前のシュート力を見せたいなと思います。そうですね、個人というよりかは、チームとしてすごく仕上がってるなという、去年からもあまりメンバーは変わってないですし、そうですね、BJ リーグからの、伝統の一戦ということで、すごく見応えのある試合じゃないかなと思います。そうです、相手のセンタージャック・クーリーのリバウンド、それから、アウトサイドのシュートの得意な選手も多いので、そこを抑えることと、あと、チームディフェンスがすごく機能してるなっていうのは印象的でしたので、僕たちいいスクリーンかけて、いいボール回しができたらなと思います。琉球戦ということで、みんなが注目する一戦だと思うので、明日より一層皆さんの応援が必要だと思いますので、応援よろしくお願いします。